欧州館受験生の皆さん、こんにちは。欧州館の塾長の飯塚です。今日は2月3日欧州館の入試当日、平成6年2024年2月3日当日回答速報ということでね、早速やっていこうと思います。今3時半ぐらいですね。今回ったところで、今日12時半に終わってですね、試験問題を塾生の方から持ってきてもらってですね、もうちょうど今教室の方で通塾してた子たちのですね、回答速報も一通り全部答え適正試験1に出し終わりました。でですね、今年の手応え皆さんどうだったかなと思うんですけれども、総じてですね、皆さん出来が良さそうな雰囲気がありました。やってみた感想としては手応えが皆さん、かなりあるというところありますので、現状を見る限り今年は結構高得点勝負になってくる可能性は高いなという感触は皆さん感じました。ただやはり適正試験1にそれぞれやっていきますと、それなりに深く読んでいないと表面的に、多分試験終わった直後って皆さん同じような感想だったんじゃないかなと思うんですね。皆さんどうでしたか、受験教室で。意外と解けたとか、解きやすかったとか、過去問よりも優しく感じた方って多かったり、あるいは結構力出し切れたなと思った方結構多いと思うんですよね。だからいけてるんじゃないかなっていうふうに9日発表に関してね、思ってる方非常に多かったと思うんですけど、一応ね問題全部一通りもうやりましたんで、終わってから3時間以内ぐらいでですね、一通りやってます。その上での現状模範解答なんで、とりあえず通塾生通信生の方はですね、ご自身の答案覚えてる限り書いてですね、私の方に送ってもらえれば一応採点というかな、したいと思います。であとはその今までの得点開示とかも含めてですね、独断と偏見でノアでですね、作ったものをね用意できたらと思うんですね。で特に皆さん今年はですね、傾向としては作文ですね、かなり読みやすいじゃないですか、文章的には。ただ、このね問題1と問題2がね難しかったと思いますよ、実際こっち側は。で500文字の作文はそれほど難しくはないんですけれども、この1と2がね多分要は国語力勝負でしょうね。要は予習シリーズの国語とか記述式対策ノアでは皆さん国語の授業としてやってたと思うんですよね。でそこの記述力勝負とあと読解力でしょうね。だからやっぱりなんて言うんですか、かなりこの読解力と表現力、思考力、いろんなものが回ってって、オーダーメイド添削で作文でかなりやっぱトレーニングしていて、いるつもりなんですよね。もう他の塾ではやりきれないぐらいの厳しさで、深さで作文の指導も適正試験2の方の記述もかなりやってきた皆さんともうマンツーマンでね、添削をやってきたと思うんですね。でそこのギュッとこうに自分自身で皆さんがそれぞれ限界まで自分の思考力とかを膨らましてきた、引き伸ばしてきた、その力がないと文章 AB は表面的な作文の学習程度では到底太刀打ちできないような。ただやはりここでつけてる力っていうのは今後皆さんが別にこの欧州館受験とか中学受験だけで終わるわけではないと思うので、これから大学受験をしていったりとかですね、将来的にいろんな資格試験を受けたりとか能力を高めていく、いろんなことを考えていくっていうための必要な要素には今回の学習受験はなったと思うんですね。だからここで皆さん勉強は終わらないようにひたすらやっていってほしいんだとなと思います。とりあえずそこを話してもしょうがないので、まず適正試験2のね、漢字1かの作文ですね、まずこちらからいこうと思うんだけど、皆さん問題持ってると思うんでね、せっかくなんで、あんまり時間かけないでやりたいなと思ってますけれども、一通りちょっといきましょうか。まず文章 A なんですけど、まず問いから見ていくんだよね、問いを、でまず A 見ていくと、文章1は人は言葉でできているとありますが、どのようなことですかっていうところでね、ポイントとしてはどのようなこと、人は言葉でできている、文章 A の内容を踏まえて回答欄に当てはまるように60文字以内で答えましょうっていうことでこれなんですよね。で人は言葉でできているとは何とかということ、まずポイントすぐ目につくのは何とかとは、で点が打ってるんですね。
で、ということ、どういうことですかって聞かれて、こういうことって終わってるから、とりあえずここの2点っていうのは、今年は問題にならなかったんですね。例えば31年、32年、平成のね、31年、治世の肺活量、32年、教養とはっていう問題があったと思うんですけど、32年の教養とはは、教養で点を打たせてたんですよね、句読点の。まあ、それも皆さん過去問でやってるんで、もう分かると思うんですけれども。で、今年はここなんですよね。ついてるんですね。ってことは来年はつかないような問題が5年生以下の人たちは出そうだなっていうのは、まあ、今言っちゃうとね、来年の試験問題を、まあ、欧州館の先生も考えられる時に、ね、種明かしになっちゃうと、まあ、来年はじゃあそこのところ問題にするの予想ってなっちゃうと困るから、あんまりそこは教室で言うようにしますね。教室なり通信講座なりで言うようにします。ただまあここからまあ来年度っていうのはまあ見えてきますよね。次の次年度持った問題出そうなところのポイントとしてはですね、今年の問題はちょっと角度、5年生以下の子たちちょっと角度変えた問題が来年出ますからね、っていうところで、もうここは今年はもう問いにはなってなかった。で、じゃあこの問題1のところで、この問題のねちょっと難しいところっていうのはね、このまず設問を見た時に、人は言葉でできているとありますが、どのようなことですかって言ってるんだよね。で、文章 A の内容を踏まえて回答欄に当てはまるように60文字で書きなさい。ここの設問から分かることで、まあ1マス目から書き始めますはまあいいとして、これって何を書けばいいのかなっていうところが、非常にこの設問からは抽象的で読み取りにくかった。例えば昨年の問題であれば、具体例以外から書いてくださいとか、去年の問題中、あるいは去年の問題には具体例から書いてくださいとか、自分の言葉で書きましょうだとか、筆者が文章を通じて言っていることを書いてくださいとか、もうちょっと指定があるんですけれども、今年はないんですよね。普通はここの中で、例えば文章中の具体例を使って書きなさいだとか、あなたが考えるとかっていう風な出方を通常はしてくるんですが、これが問題1にはないんですよね。問題2にもなかったような気がするんですけど。ですので、文章中の具体例なのか、あなたが考えるなのかがちょっと分かりにくい、しっかり読んでる子ほどここの部分が読み取れなかったっていうところで、出題者がここのところをまあ指定してきてないんですよね。とはいえ、じゃあ大原則に戻って、文章 A の内容を踏まえてっていうことなんですよ。だからまあ文章 A の内容を踏まえるんだから、文章 A の内容から書いてくればいいんだと思うんですよね。ただまあここのところがですね、文章中の具体例とか、あなたが逆に言うとあなたが考えるとかね、筆者が言いたかったこととか、過去問であったと思うんですけど、そういう出方を今年の出題者はしてきてなかったっていうところが言えるんですね。まあ文章 A の内容を踏まえて書けばまあいいっていう大原則に戻るというところになるんですね、ここに関しては。で、基本的には答えが一択だと思います、この記述に関しては。で、まあ、ここにも一応書いてるんですが、まあ、ちょっとね、文章をしっかり読んでみましょうか。と言ってもまだ僕もこれ一読しかしてないんでね。まず人がいて、自分があって、そして言葉があるっていうことで、そしてってことは最後に言葉があるんだよね。人がいて、自分がいて、最後に言葉がある、つまり人と会話をする時のプロセスだよね。目の前に A さんがいて、A さんがいて、自分がいて、まあ自分がいて A さんがいてでもいいと思うんだけど、で、その人と会話をするから最後に何か言葉がある、会う前から言葉を交わすってことはないわけだから、で、言葉と人の関わりを言うときに、そうした順序で考えられるのがまず普通である。ただって逆説なんですよ。逆説、人と言葉と人の関係について考えるならば、その順序を逆にして考える方がいいと私は思っていますと言ってるんですね。逆だって言ってるんだよね。まず言葉があって、自分があって、そして人がいると、つまり自分自身で何か言いたいことっていうのがあるから、その人と話を行くと、つまり学びたいもの、あるいは言いたいことがあるから、何々を言おうって言ってその人に会いに行くようなイメージを言ってるんだね、この人は。この世にあって、人にとって、はなくてはならないもの、毎日の生活を支えるもののほとんど全てというのは、人が作り出してきたものです。人は様々なものを作ろうとしてきたし、決して作れないと思われるようなものすらしばしば作り出す。人っていうのはどんどん新しいものを発明していくからね。けれどもって逆説があって、人にとって絶対なくてはならないもの、必ずしも人の作ったものではなく、言葉もそうですって言ってるわけだね。絶対なくてはならないものは、まあ物も必要なんだけど、言葉が必要って言ってるわけ。自分が生まれる前からずっとあって、言葉は私たち自身より古くて長い時間を持っている。
言葉っていうのはね、何百年も旅をしてきた一文字一文字に歴史があるんだっていう過去問もあった。ですから私たちは言葉の中に生まれてくる。そしてって順説、自分がその中に生まれてきたもっと古い言葉を覚える。成長するとは言葉を覚えることなんですと。つまり人が成長するっていうのはバブーバブーっていう状態からいろんな豊かな会話ができるようになるよね。それは言葉を覚えるっていうことです。作るものではなく、あつらえるものではない、覚えるものが答え言葉です。でこれ中がついてるんでね、あつらえるっていうのは靴をあつらえるみたいなね、頼んで自分の思うように作る、オーダーメイドに作るってことね。次、毎日の経験を通じて人は言葉を覚えます。で覚えるのは目の前にある言葉です。自分の毎日を包んでいる言葉です。自分がその中で生まれてきた言葉というものを、あるいは言葉の体系というものを自分から覚えることによって、人は大人になっていく、あるいは人間になっていく、そういうものが言葉ですって言ってるわけだ。でこの中がついてるものはね、基本的に毎年答えの根拠になってるんですよね、ですのでこの体系っていうのは何だろうって、いろいろなものをある決まりで順序よくまとめたものと、いうことで体系的な問題集だとか、公式みたいになってるものだね、言葉の体系、つまりその文法的なものも含めてそうだろう。それを自分で覚えることによって人は大人になっていく。つまり暗記ですよね、言葉、知識っていうものを持って人はだんだん大人になっていくって言ってるわけだ。にもかかわらずって逆説の後に筆者の主張、こっからがここの問題の本ちゃんですと、で、覚えて終わりではなく、覚えた言葉を自分のものにしていくということができないと、自分の言葉にならない本質を言葉は備えています。言葉の本質ってことを言ってるわけ。つまり表面的なものを分かったとしても、その言葉の真意っていうものが分からないといけない。例えば予想問題のメッセージ編とかでいろんないい文章があったりとかしたと思うんですよね、有名な偉人の言葉ってあるでしょ。あの言葉を表面的に読むだけだったら、欧州間の今までの問題とかもさ、知性の肺活量であるとか、教養とは自らを立てるために必要なものであるとかさ、いろいろさ、難しい過去も皆さんやってきたと思うんだけど、あれを表面的に読むのでだけではなくて、あれを通じて筆者は何を言いたいんだなって自分なりに捉える、解釈する。それができないと、自分の言葉にならないといけないよっていうことを言ってるんだよね。そういう本質を備えている。言葉というものはこの世には自分は一人ではない、他者との会話だからね、言葉というのはつながりがあるんだって言ってるわけだ。で言葉を使うというのは他者とのつながりを自ら進んで認めていくことであり、積極的に人と関わっていくってことだよね。言葉を自分のものにしていくというのは、言葉の作り出し、他者とのつながりの中に自分の位置を確かめていくということであると。人との距離感っていうものが見えてくるわけだよ、会話を通じて。で人は何でできているか、人は言葉でできている、そういう存在なんですっていうね、人っていうのはそういう存在なんだと、言葉でできているんだ、言葉は人の道具ではなく人の素材なのだということですと言ってるわけだ。人の素材、材料だよね、で、だ道具じゃないと、言葉はと。我々は言葉を便利に道具のように使ってるよね、人と会話をするとき、あるいは外国人とコミュニケーションするとき、ね、最近は自動翻訳機とかさ、 Google 翻訳とかあるでしょ。外国人と会話をするっていうのはもう最近は英語をさ、自分で覚えてなくてもさ、翻訳機でさ、例えばこれはペンですって言ったら This is a pen って英語を言ってくれるわけだ。分かんない英語をさ、外国人に喋らせてさ、それを日本語で翻訳してくれるなんて機会がたくさんあるわけだ。海外旅行行くときなんかにもそういうのを使えば、もう英会話なんてしなくてもできちゃう時代だよね。だけどそれっていうのは表面的なやり取りだよね、でもそれだと自分の言葉になってないから、オーダーメイドの会話っていうのが本来コミュニケーションっていうのは必要でしょ、だからそこのところのができないと自分自身の本質にはならないみたいなことをまあ言ってるわけです。で、これ解いていくときにですね、とりあえず問題中ポイントですね、解放手順、いつものようにね、見ていこうと思うんですが、文章の内容を踏まえてってことを言ってるから、今回は1、文章中の具体例、あるいはあなたが考える、これがよくわからなかったこの時点で。でもよくわからないんだけど文章 A の内容を踏まえてだから、文章 A から書くっていうことだろうねと、でやっぱり文章っていうのは最終段落、起承転結の結に意味合いがあるから、ここのこの 3行で、人は何ができて、何でできているか、人は言葉でできている、そういう存在、人っていうのは言葉でできているっていう存在なんだと。だから言葉は人の道具ではなく人の素材なんだ、人の素材だろ、これが一つキーワードなんじゃないですか。
ね、で、まあ、ここのところポイントになるようなところをちょっとね、皆さん見えるかどうか分かりませんけれども、見ていただいてですね、まあ、ポイントになりそうなところを読んでいきながら星でもつけていくんですよね。覚えて終わりっていうものではなく、覚えた言葉を自分のものにしていくっていうことができないと自分の言葉にならないよって言ってるわけだね。ならない本質を言葉は備えていますっていうことを言ってるんだけれども、これを逆から読むんですよ、うん、これができないとって言ってるんだから、逆に言うとできるとって考えてください、うん、勉強ができないと困りますだと、勉強ができると困らないんですよ、簡単に言うと、うん、だからこれはできないって本文で書かれてるけど、これを逆から見るんだよね。そうすると覚えた言葉を自分のものにしていくことができると、ここは書かれてないんだけど、自分の言葉になるっていう本質なんだよね。自分の言葉にならないっていうところの逆。だからこれは思いっきり国語力ですよ。これって文法的に論理的に物事を読んで解釈して自分なりに立てていくっていうね。まあ、こういう力っていうのは、まあ、なんとなく、まあやっぱりちょっとここに本当の国語力、ある意味国語ちゃんと勉強していけばこういうものができるよってね。うん、英語ができないと外国人と会話ができないよね。逆に言えば英語ができると外国人と会話ができるわけじゃないですか、うん、そういうふうに見ていく。だから覚えた言葉を自分のものにしていくことができるっていうと、自分の言葉になるってことなんだよ、うん、偉人たちが言ってることの意味が分かると、それは自分の中に使っていくことができる。で、言葉っていうのはつながりである。まあこれも会話の中にあった。言葉を使うというのは他者とのつながりを自ら進んで認めていくということ、うん、つまりいろんな人の意見を聞きたいなっていう気持ちになるのよ。勉強すればするほど、例えば皆さんも今日試験をやってきましたね。でこの動画見てくれてるってことはさ、試験終わってまだ3時間ぐらいだけれども、2、3時間だけれども、それ終わって他の人ってどういうふうにこの文章を読んだのかなとか、気になるでしょ、うん、どうでもいいですって思う人っていうのは、なんか真剣に試験やってたのかなっていう気持ちになるよね。答えってまだ発表になってないじゃないですか、実際は、うん、で作文って最後まで発表されないわけだよね。そうなるとどういうふうなこの文章を読んだのかなって、見解だとしてはね、別に僕が言ってるこれはもう学校発表じゃないから、ノアの塾生さんだとか僕が今までこうに何年も欧州館の試験をねやってくる中でですね、もう何十年ってやってますんで、欧州館対策専門でね、まあそういうふうに、してきたものの中での傾向から読み取って回答速を今終わって、2、3時間で出してるわけですね。で進んで認めてるっていうところだね。言葉を自分のものにしていくっていうのは、言葉を作り出す他者とのつながりの中に自分の位置を確かめていくということ、まあそういうことですよ。つまり今日自分が皆さんが試験を受けて自分の立ち位置っていうのは分かんないでしょ、うん、だけれども他の人だとか僕の話なんかちょっと聞いてもらったりする中で、あ、自分の立ち位置っていうのはなんとなく見えてくるじゃないですか。そういう存在ね、そういう存在なんだと。で言葉っていうのは人の道具ではなく人の素材なんだと。これを逆から言うと、言葉の体系というものを自分から覚えることによって人間になっていくと、うん、ここのところだね。つまりこのにもかかわらずの後ろがすごく重要なんだよね。まあ、今日はもう本当に時間がないからパッと今やってるんで、何言ってるかようわからんっていう風な人もいるかもわからんけれども、まあ、授業だったらもう少し丁寧にやっていきますよね。ただまあ一応今日回答速報っていうところで、僕もこれ一読しかしてないからもうちょっと早口でねパッパッパッといきますけれども、このにもかかわらずの後ろが、まあ、ポイントなんですよ、うん、ただ今回ってこれ、60文字で確かまとめなきゃいけないんだよね、一番を、うん、あとこの模範解答になってるっていうか、この設問自体はさ、ここに穴入れていくわけじゃないですか。人は言葉でできているとは何とかということである。人は言葉でできているとは何とかということっていうことで、人は言葉でできているっていうのはすごい抽象的じゃないですか、うん、人っていうのはさ、血や肉でできてるんだから骨と、うん、だから言葉でなんかできてないじゃないですか、中身としては。だけど言葉でできているようなものなんだって言ってるんだよ。でなんでなのっていうと、簡単に言うと言葉は人の素材だからなんだよ。じゃあ言葉は人の素材ってどういうことっていうところをまあ見ていくんだけれども、結局にもかかわらずの後ろをまとめていけばいいわけです、これらのキーワードにして、うん、でそれだけだとね、ちょっとね文字数が足りないなって思うんですよね。これキーワードがあったらあとは優先順位をつけていくわけですから、
うん、で絶対入れた方がいいなと思うのは、この人の素材なのだということなんですよ。人は言葉でできているとは人の素材なのだということなんですよ。でもこれだと10文字ぐらいしかないじゃん。60文字で入れたいわけだから。そうすると次が他者とのつながりの中で自分のものにできると、これ逆にして考えるんだったよね。こういうふうにできると自分の言葉になる本質があるのでっていう原因結果ですよ、いつものように、うん、そこまで言ってもまだ文字数足りないなと思ったわけ、僕はこれ模範解答を書いてる時に。だから手前を少し入れてもいいかな、中である体系を入れた方がいいかなっていうので、言葉の体系を覚えるだけではなくっていう逆説を入れてみました、うん、他者とのつながりの中で自分のものにできると自分の言葉になる本質があるので人の素材なのだということ、これで60文字ぴったりなんですよ。このあたりかなと。別に僕が勝手に思ってるだけですからね、これね。学校発表の答えじゃないんで、あまり気にしないでください。これが合ってるか間違えてるかっていうのは。間違えても責任は負いませんということ。とりあえず問題をやってみての感想です。試験終わって2時間ぐらいで。じゃあ B 行くよ。で、文章 B は、まあ、どんな問題かなって軽く見とくんですよね。うん、リーグ前にもうこのさ統一の段階で A を見るだけでもう答えいけるっていうのが分かったから。文章 B では翻訳とはどのようなことだと言っていますか。回答欄に当てはまるように70文字で書いてください。こういう60から70だったら、まあ、70に近づけて書いてくださいね、当然ですけれども。翻訳とはある国の言葉や文を他の国の言葉や文に単純に置き換えるのではなく、なんとかなあって言ってるわけだね。なんとかのことですね、なんとかのこと、うん、いうことで、まあ、ここのところですけれども、なんとかではなくということなんですよね、うんうん、ああなるほどね。そうするとこの子は賢いよね。ことって僕これ今当日回答速報でここやったんだけど、ことが俺もうここに書かれてると思っちゃったから、ここことは鍵括弧の発想にしちゃったんですけど、ここはことはね、今回ここですね。そうこれ71文字になっちゃうから、まあ、どっか1文字減らすしかないね、点をね、うん、こうもうことって書いてあるのかなと思っちゃいました、僕一読した時に、うん、だからまあことまずどういうことで終わってください。これないと減点だと思います。で、つまり単純に変えることではないんだって言ってるんですよ。単純に変えることではないんだと、うん、つまり確かに翻訳っていうのは言葉をさ、例えば This is a pen はこれはペンですっていう意味なんですけれども、これはペンだよって言ってる時もあれば、あここにペンがあるよっていう時もあるわけじゃないですか、まあ、でもいずれにしても This is a pen って書いてあるわけだ、うん、まあそういった意味ではですね、単純に言葉を変えることではなく、その言葉の背景にあるもの、言い方ってあるじゃん、大丈夫って聞く場合もあれば、大丈夫かって聞く時もあるわけじゃないですかね。じゃあ B 行くよ。幼い頃から日常生活を翻訳が満たしてきた。家庭や学校で飛び交う複数の言語間で、時には言葉で表現する喜びに打ち震え、時には口から言葉が出てこないもどかしさに身もだえすることもある。身もだえするっていうのは何だと。思い通りにならなくて体をよじるように動かす。もうみたいな感じで足バタバタしてる時。ある時から言葉を吐くという何気ない些細なコミュニケーションの一つ一つが翻訳行為だと思えるようになった。そこからって順説。人の話を聞いたり本を読んだりすることがさらに好きになった。誰が何語で話していようと内容そのものへの興味に加えて、当人が何を翻訳しているのかというプロセスにも関心を持つ。これが重要なんだろうね。プロセスっていうのはその過程がっていうことだよ。よく模範解答なんかでも僕はよく書いてるやつです。その何々を通じてっていうところでね、当人っていうのは本人のことですと。中がついてるんで中は確認してください。中がイコール回答の大きなヒントになるでしょう。ある人が任意の言葉で話しているとき、その人は自分の体験を通じて感じたことを相手の知っている言葉に翻訳していると。そうだよね。で同時にってイコールマークで次、星ついてるね僕が。その翻訳行為から常にこぼれ落ちる意味や情緒もある。情緒とは何ぞやと下見るといろいろな感情だよ、うん、でその隙間をなんとか埋めようとする仕草に翻訳する人に固有の面白さが現れる。ここ重要なこと言ってるんだよね。大丈夫ですかつって大丈夫ですって言ってた、ああじゃあ大丈夫なんだなってほっといちゃダメなんだよね、
多分塾の先生が生徒さんに聞くときにさ、なんとか君この問題大丈夫って、はい大丈夫ですって、生徒さんは大体大丈夫って言いますから、それ以上突っ込まれたくないんで。だけど大丈夫って言ってるけど大丈夫じゃねえなって思ったりするわけよ、先生の立場からすると。大丈夫って言ってる人ほど大丈夫じゃないから、むしろできる人っていうのは聞かれてることは大丈夫なんだけれども、その先のことを心配してたりして聞いてきたりするよね。これが角度変わってこういうふうに聞かれたらどう答えたらいいんでしょうかっていうふうに聞いてきたりする子の方が、大丈夫じゃない子の方が大丈夫なんですよ、実際はね。そういうのが要は行間から分かるわけよ、隙間を埋めるっていう意味だね。それが翻訳行為、人と人の会話ってことだよ。私が学んできた数多の言葉っていうのは、自分や他者の感覚を表現し相互に伝えようとする翻訳の技法だった。まあ感覚なんだよね、人と人が会話をしてるっていうのは。晴れっつったって晴れのレベルが違うわけだから。今日私たちが解くことのできる歴史には、過去の無数の人々が発見し試行錯誤してきた翻訳の表現が織り込まれていると。言葉は昔の人からの贈り物、何百年も旅をしてきたんだ、一文字一文字に歴史があるんだ。27年ぐらいでしたっけ、ありましたよね。今私たちがその知識と経験を何のために受け継ぐかといえば、私は互いの分かり合いなさをつなぐためにと答えたい。そうだから、分かり合えないから人っていうのは会話がするんだよね。異質な個人同士はこの情報社会でますますつながっていくだろう。そんな時代に生きる人間として抱くある種の危機感として生まれる考え方かもしれないと。昔っていうのは隣近所の人しか会話なかったわけです。だけど今っていうのは知らない人とも会話をするでしょ。例えば僕の会話を今見てくれてたりするじゃないですか、これ動画で。知らない、一回も会ったことなくてもさ、誰だ僕はみたいな感じになってるでしょ、この人はみたいな。でもその人がまあ会話をしてるわけだから、それを一応見てくれてるっていうだけでも会話をしてくれてることになるわけ、コミュニケーションになるわけだよね。今日インターネットを関して私たちが見知らぬ他者と接触する機会はますます増えていくが、そこで新たな関係性を紡がれる可能性と異なる価値観を持つ人間同士が分断される危険性が両方見られると。しかしこの2つの動向は一見する矛盾するように見えて、人間の新しい言語生活、言葉を獲得するために通過する必要なステップを共にしているんだ。ここどういうこと言ってるんだろうって。例えばインターネットを通じていろんな知識ってとか、いろんなことを喋ってる人がいたりするじゃないですか、例えば YouTube 上とかでも。そうすると見知らぬ人との意見っていうのを目にすることができし、新たな人間関係が生まれたり、異なる価値観、これ分断される。そうだね、まあ例えていいかどうかわからないけれども、ついこの前までコロナとかあったじゃないですか。でワクチンとか接種したでしょ、みんな。でこのワクチン接種、賛成派と反対派って言ったと思うんですよ。でワクチン打ってないし、打った人から見たら、打ってない人見て、感染するかもしれないっていう考え方もあるし、その反対、大丈夫なのって思う人もいたでしょ。これ考え方が分断していくわけですよ、危険性があるんじゃないかって。これまあ、戦争賛成する人はあんまりいないと思うけれども、徐々に、例えばね、ついこの前もさ、正月ね、岸田総理が憲法改正に向けてこれから日本は動きますみたいなことをさ、所信表明演説してましたよ。ニュース皆さん見てますか？見てないよね、受験の前だからね。っていうふうに、それに対して賛成反対っていうか、いろんな価値観あるわけですよ、考え方って。それはインターネットを介していろんな考え方が出てくるから、それは表面的な知識だけではダメだよねって。その考え方を通じて、より新しい言語、考え方っていうものを獲得するための必要な通過点、つまり議論を通じて皆さんいろいろ考えていきましょうっていうようなことを言っているわけです。で、そのためには、この表面的なね、知識だけではなくて、こぼれ落ちるような意味とか情を、その人が本当はその背景として言いたいことって何なんだろう、そんなところまで含めてね、拾っていく、会話を拾っていくっていうようなことが大事だなと。じゃあ問題2ですけど、これさっき言ったように B での翻訳の内容なんだよ。で、翻訳はどのようなことですか、文末はこととしてください。で、あと当、まあ、あとは次ですね、この当人がって、まあ中がついてるんですけど、何を翻訳しようとしてるのか、このプロセスにも関心を持つ、この赤になってるところが重要っていうところですね。まあ、あとはこのその翻訳行為から常にこぼれ落ちる意味や情もある。まあこれですね。中がついてるんで、ここなんかも超重要じゃないですか。その隙間を何とか埋めるのが会話であると。自分や他者との感覚を表現し、相互に伝えようとする。分かり合えなさをつなぐ。新たな関係性がつながれる可能性と分断される危険性。この2つっていう異なる価値観が、新しい言葉を獲得していくための必要なステップで
あるということを言ってる。つまり新しい言葉が生まれるんじゃないのっていうことですよね。で、模範解答を見ていくと、翻訳とはある国の言葉や文を他の国の言葉や文に単純に変えるのではなく、ここまでは書かれてるんだから。で、次、まあこれら上をね、新しい言葉を獲得するために翻訳行為から常にこぼれ落ちる意味や情を表現し、他者の知っている言葉で、ここあってもなくてもいいと思ったけれども、相互に伝えて分かり合えなさをつなぐことっていうようにしてください。あとはまあこれ、こことかね、ここじゃなくてここだったっていうね、ちょっと許してください。試験終わってすぐそのままやってたんで、うん、まあ、誤字脱字かもしかしたらどっかあるかもしれないけどね、回答速報性というところを重視してやってますので、今日のところはこんな感じでいいのかなと。まあこれ以外全部入ってなきゃダメってことはないですよ。まあ部分点当然入ってくるんじゃないかなと。で、今年問題中問題にはですね、文字数が若干少ないんで、もしかしたら配点20、20とか、まあ言って30、30だと思います。言って30、30か20、20でしょうね、文字数的にですね。去年は100とか120とかそのくらいあったじゃないですか。80、100とか、うん、文字数ちょっと少ないんだよね。だから500点の方に、500文字の方に若干比重が来るかなと思うんですけども、意外とこの問題と問題に難しいと思いますよ実際。じゃあ問い3いきましょう。最後ね、 A、B を読んで、あなたは言葉を学ぶこととはどのようなものだと考えましたか。また今後の学校生活においてどのように言葉に向き合い他者と関わりたいですか。それぞれの文章の内容を踏まえて500文字以内で書きましょう、自分の言葉で。で、ここを読んだ時にですね、まあ試験終わってすぐ皆さん持ってきてもらって、最初に作文のこの問いさんのところ僕見たんですね。で、あ、今年は簡単そうに見えて引っ掛けだなっていうふうにもう5秒で作文を思いました、ここに関して。というのも、この多分 AB2 つの文章が読めないっていう人はあんまりいないと思うんですよね、普通の国語の文章だから。ただこの500文字を書いていく上でですね、ちょうど昨年の令和5年と似たような形式なんですけれども、ポイントはですね、皆さんいろいろ言葉について書いたと思うんですね。言葉っていうのは議論をね、言葉を通じて議論を交わすとかさ、さまざまな意味を含んでいるから、多様なね、言葉の意味合いっていうものがね、重要であるみたいなことをいろいろ書くと思うんですね。言葉っていうのはね、たくさん学ぶべきであると。一生に一度しか使わないような言葉でも、ここという時に適切に使えるようにというようなのが過去問の中でいろいろあったと思うんだよね。で、まあそこっていうのは入れていく必要が当然あると思うんですが、ごめんなさいね、もう時間がないから早口でどんどんいきますが、今後の学校生活においてっていうところ、ここに触れてないと大幅な減点が来るでしょうね。だって条件があるんだから。今後の学校生活においてどのように言葉に向き合い他者と関わりたいですか、他者との関わりまで入れてくださいよって。学校生活でどのように他者と関わりたいですかってことを聞いてます、いわば学校生活で。で、学校っていうのは別に小学校だけに限らない、中学、高校、大学まで含めて学校でしょうね。ただまあどこでも学校っていうものは基本的に一人でやるものじゃないじゃないですか、ね、オンライン授業とかも中にあるかもしれないけれども、人と人が議論を交わし合ったりする場だよね。学校の他者っていうと先生と生徒ですよ、先生と生徒しかいないよ、あと皆さんと、この三者関係よ。この三者関係の中で、先生とでもいいけれども、まあ、生徒とでもいいし、先生と生徒とっていう形でもいいけどね。学校っていうのはもちろん勉強する場だから、そうすると学校生活っていうところが、学校の授業でとは言ってないんだよね。だから学校生活においてっていうと、ちょっと授業だけじゃなくて幅広さも出てきたりするんだよね。で、第一段落は言葉を学ぶことについて書くんだよ。つまり第一段落は言葉を学ぶっていうのはこういうことであるってまず書いてください。これは一般論的なものでもいいんじゃないの、言葉を学ぶっていうのはこういうことである。で、第二段落より後でですね、これまあ段落を分けて起承転結で書くから4段落ぐらいで書けばいいと思うんですけれども、今後学校生活において、まあここのクエスチョンにあるところだよね。どのように言葉と向き合い他者と関わりたい、先生や生徒たちと一緒に何々をしていきたいっていうようなことだと思います。でですね、まあ、結論としては言葉を学ぶってどういうことですかっていうところで、こちら、まあ、5行、6行、9行、5行でいつものように書いていけばいいと思うんですね。で、言葉を学ぶとは他者との会話をより豊かにすることだと言える。豊富な語彙力はとかガーノンしろ点、会話をより深める重要な要素となると、そう、豊富な語彙力、まあ、これ過去問でもありましたよね、教養とはとかさ、ね、言葉とはって、ね、思考の限界を突破するためのものであるみたいな文章あったじゃないですか、ね、一
小児人しか使わないような言葉でもね、豊富に備えておこうっていうね、適切に使えるような言葉、正しくじゃないからね、適切にだからね、言葉は多様な意味を含んでいるので何とかなので何とかするべきだ、様々な角度から捉える力を養うべきだだよね、言葉は多様な意味を含んでる。これは22年道という題でっていうのは、平成22年ね、道という題でっていう、ね、5つの意味が示されてるっていうのあったじゃないですか、うん、あのあたりのところだよね。22年は平成22年道という題で、23年はまあ表現香ってねっていう喜怒哀楽の表情っていうのもあった、うん、っていうふうに、24年はおかげさまでっていう作、あの3つの絵が描かされてる、記されてる絵がありましたよね。っていうふうな、まあ、過去問今までやってきてる中の中で、欧州館の過去問ね、もう今年が19年目ですから、過去18年の中からもう散々やってきたものの中で出てるますよね、ここのところ見ると、うん、そこを踏まえて書いていくと、もういくらでも書きようはあるっていうような感じだと思うんですけれども、まあ、一番重要だったのは、この言葉にを学ぶことについて書きっていう第一段落目、この要件をちゃんと満たしているかどうかだよね。あとはこれは文字数の制限はないけれども、名工とはとか29年だったかなの作文は第一段落目で筆者が言いたかったことを100文字程度で表しっていうのは、あの29年あの当時は確か600文字の作文だったと思うんですけれども、100文字限定で来ているというところで、まあ大体100文字で書くべきですよね、常識的に言ってですね。ここのところ200文字も300文字もいくだとちょっとバランス悪いでしょ、500文字の中で第一段落目が200文字も300文字もいっちゃう人っていうのはちょっと、全然あのペース配分も入れないで走っちゃうようなもんだから、だからここのところは5行で100文字ぐらいでやっぱり書くべきなんじゃない。この辺はもうずっと添削でやってきてることだからできてると思うんですけれどね。確かに、しかし構文のところでいくってなぜならばと、まあ見ていきますけれども、ここに対しての、まあ、第一段落目の3分1の3っていうのは、言葉を学ぶことっていうのは多様な意味を含んでいるので、さまざまな角度から捉える、言葉を捉える力を養うべきであると、うん、確かに固定される言葉の意味だけでは情報はね、情報だけは交換できる、うん、情報はわかるじゃないですか、新聞見れば、うん、なぜならば文章だけで内容だけは把握できるよね。お知らせっていうのがあるじゃん、手紙とか学校でもさ、毎日手紙配られるでしょ、あれ見れば何月何日何があるっていう情報だけはわかるんだよ。しかし、表面的な情報のやり取りだけでは深い意思疎通は難しいよね、うん、深い意思疎通は難しい。なぜならば、幾重の言葉の交わし合いから気づきっていうものが生まれるから、あ、そうだったのかとかね。例えば地震があって被災地の人たちが今大変、うん、大変だよっていうニュースを新聞で見れば分かりますよね。だけど現地でその人たちがどのように困っているのかっていうのは、やはりそこの現地に行ってその人たちの生の声を聞かないとわからないじゃないですか。で、何がどういうふうに困っているのか解剖していく中で、じゃあ手助けするにしてもだよ、みんな違うんだから欲しいものっていうのが、まあ、そういった中で幾重の言葉の交わし合いから気づきが生まれる。だからね、政治家の人たちっていうのは現地に行って、何が必要ですかって耳をこうに傾けるでしょ、有権者の人とか一般の人たちに。だからその中で気づきっていうのが生まれるよね、本当に必要なもの。学校では多くの知識を学び、先生や友達と言葉を通じて積極的に議論をするべきだと考える。ここで学校生活では、学校ではとか学校生活ではって書いてもいいんじゃない、うん、生活って、うん、多くの知識を学び、これ知識を学ぶっていうのが基本的にはさ、最近の欧州館の平成5年、昨年もそうだし、今年のこちらの文章でもやっぱ知識は学ぼうみたいなね、知識がなくても解ける問題なんだけれども、適正試験には知識だけではないんだけれども重要な要素であることは間違いないんだけれどもって、うん、あの知識に関してはね、うん、ただやはりこの思考力っていうものもね、大事なんていうのが一般的な今までの考え方だったんですけれども、これね、知識を学び、議論をするべきだ。まあこんな方向性で書くべきだろうね。で、この過程を通じて物事は徐々に良いものに仕上がっていくって言えるじゃん。会話を交わし合っていいものに徐々になっていくんだよね。学校生活では多くの他者と言葉を通じて関わっていく貴重な場だと。うん、もうあえてこの学校生活、私はピントずれの答案を書いてませんよっていうふうに採点係にアピールしていかなきゃいけないね。これ採点してくれる欧州館の先生にですね、私は今後の学校生活においてっていうことを踏まえて書いてますよっていうことを
採点係も1日に何百枚も採点するでしょうから、もう疲れてくるわけだね。僕も1日50枚ぐらい作文答案添削してるから、毎日毎日もう疲れてくるわけですよね、そう、同じの見てて。だからぼーっとしないでくださいね。私は学校生活ってちゃんと踏まえてますよっていうふうに採点係に見てもらえたらね。で、現在は様々な方法で会話ができる時代であると。しかし、直接の会話を通じて広く多くの人との会話を試みたいと。直接の会話を通じて。そのためにも豊富な語彙を、語彙力でもいいのかな。適切に語彙を使える力を養っておきたい。あ、ここに力があるからいいや。こうね、豊富な語彙を適切に使える力を養っておきたい。まあ、こんな流れですよね。で、最終段落、以上述べたように、人は豊かな会話を通じて広い視野を育てていくことができるんだと。そのために学校で多くの知識を学び、他者と積極的に言葉を交わしたい。で、この学校でっていうのが令和5年、令和6年、2年連続できました。より多くの語彙力を高めて、より良い会話能力を高めていきたいというような、流れ。これが500文字の、一応僕の方で、書いた模範解答になります。まだ試験終わって、これ文章僕も一読しかしてないけど、まあ皆さんも試験の本番も一読しかしてないでしょ。だから、そういうことを踏まえて、書きました。で、作文のね、もう結論としては、予想としましては、意外と問題1問題2は難しいなと。で、問題3の500文字は比較的書きやすいなと。で、文章 AB はどちらも読みやすい文章だとは思います、比較的。で、まあ、作文は最終的に調整されるんでね、実際、去年は、結構みんな、うちの塾生だと、みんな、最低でも100以上は作文みんな行ってて、180とか185点とかね、もうかなり高得点のところまで実際は作文行ってました、得点開始見てると。だからみんな高得点だったんですけど、適性試験2の方がね、比較的200点前半で合格者レベルでもそのくらいなんですよ。だからまあ、結局、適性試験1に合わせて400点ぐらいがラインだと思うんですよね、合格ライン。って考えますと、まあ、適正試験に今年次第っていうところもありますけれども、適正試験の位置、それによって作文の調整がやっぱりバランス取ってくると思うんですよね。で、とはいえ、問題1と問題2っていうのは答えがどうしても一択になるんですよ。一択に近い。で、部分点になってくるから、20、20だとするとどうだろうって、あとは160じゃん。30、30だとすると140点じゃないですか、作文が。まあ、大体そんなもんだと思うんですよね。30、30ぐらいの可能性高いですよね。そうすると140文字の方が、500文字の方が140点というところになるんで、あとはこう部分点が5点刻みでね、最近はね、あまり得点回路の話はしない方がいいと思うんですが、まあ、5点刻みで最近はなってますから、まあ、ここでどのくらい取れてるのかなと、1キーワードっていうかな、部分点のところっていうところで、ノアの塾生さんは、これ自分の答案ね、まだ覚えてると思うんで、バッと自分で紙に書いて、僕の方の LINE に提出をしてみてください。じゃあ今度、適正試験に、時間大丈夫かな、結構いっちゃったんで、手短に行こうと思うんですけれども、まあ、2、3、1でね、ノアの塾生さん、皆さんにやっていこうっていう話をしてるんで、まず2から行こうと。いうところですね。で、2番に関してはバッバッバッというところで、問題見ていってですね、まあ、重要なのは問いですよね。で、適正試験2と3が今年はちょっと回答、聞いた話ですけど、回答用紙のところがこうになっていて、最初からどうもこういうふうに、これは令和5年のですかね、点がついてたという話ですよね、こういうふうに。で、ノアの塾生さんには、今までこういうふうになってたら、定規で測ってこうやってやりましょうねって、1センチ刻みでやりましょうねっていうのをやってたわけですよね。で、通常期生通信教室生だったら、もうみんなこういうふうな対策をしてたと思うんですよね。だけど、今年は点々があったってことは、明らかに、やはりごちゃごちゃだった子が今まで多かったっていうことなんですよね。そういうふうにならないようにノアでは指導してきているはずなんです、皆さんには。で、とりあえずでも、まあ、そこの部分は、今年から改善がかかるんじゃないですかね。回答欄に点点点点があったということなんで、まあ、適正試験だから、まあ、こういう線がない方がいいっていう考え方はあるんでしょうけれども、まあ、それにしてもあまりにもっていうところなんじゃないですか。あまりにもこうなしたんじゃないですか。ただ、こういうふうになることによって、回答用紙の大きさが出来上がりますから、広いじゃないですか。そうすると、より記述の量が増えてくるんで、5年生以下の子たちに対しては、より来年度から記述対策っていうものに関してはですね、しっかりもっと書けるように、なんかごちゃごちゃごちゃっていうふうに書いて終わりにするのではなく、一般的にはさ、こういうのも回答欄は、
ノアではやっぱり当然最後まできちっと埋まるような添削指導、これオウム返しの法則をしながら聞かれていることに対して答えながらっていうところをオーダーメイド添削でずっとやってるし、日々そういう指導をしてるつもりなんですけれども、一般的には適性試験の勉強ってみんな自己流でやってたりとかして、先生によって丸付けの具合が違ったりするでしょう、一般的には。でも本当はもちろん先生によって丸付けが違ったら困るわけだから、一定のこういうふうにして勉強するっていうものは本来指針としてあるべきものだからね、そういうところっていうのはオーダーメイド添削の中で皆さんとやってきてるはずなんで、今年はこの今年の受験生点点点点点があったってことは明確にどのくらい書かなきゃいけないのかっていうところが今後ね、試されてくるっていうことが一つ言えるかなと思いました。で、早口になって申し訳ないですけれども、バッといくとですね、この問題1 AC と AB かな、一応見ようか、バッと読んでるっていう前提の話で、花子さんは、私たちは交通手段の所要時間や料金といった判断材料を用いて利用する交通手段を選んでいるのですねと言っている。で、図1の A から C、A から D、どちらかを選びなんですよね。で、これ AC の方が、AC 選んでる子の方が多かったよね。交通機関の利用割合と A から B の公共交通機関の利用割合を比べて、つまり A から B と比べてっていうことなんだよね。選んだ交通機関の利用の割合がなぜ図1になると考えたかっていうことだよね。で、表1の会話を参考にしてくださいっていうことで、図1っていうのがその前の提供になったんだよね、ここのところ。そうすると航空、鉄道、その他、その他はここで言うとバスのことかなと思うんですけれども、つまり AB っていうのを基準にして考えると、 AB が飛行機真ん中なんですよね、に比べて AC は飛行機が圧倒的に多いんですよ。で、鉄道が少ないんですよ。いわば例えば東京から北海道に行く時ってほとんどの人が飛行機じゃないですか。一応北海道にも新幹線通ってますよね、東京から北海道新幹線が。だけどあんまり新幹線で北海道行ったっていう人いないよね。沖縄だったら絶対飛行機じゃないですか、だけど北海道は新幹線でも行けるんだよね、東京駅から4時間ぐらいで。だけど新幹線で行く人少ないと思うんだよね、北海道は。僕も北海道行くとしたら飛行機ですもん、やっぱり。で、それはやっぱり距離があるっていうところじゃないですか。だから飛行機で行った方がだいぶ楽なんですよね。飛行機だったら1時間半ぐらいで行けるでしょ、札幌まで、千歳か。で、見て行った時に、これで、行くと、じゃあ何が分かるんだって。AC で選んだ方がいいんだろうなと思うんですけれども、全部この括弧内っていうのは、これ中がついてるんで。中がついてたらこう見る、待ち時間を含めたっていうところですね、待ち時間を含めた所要時間なんですよ。飛行機っていきなり乗れるわけではないみたいな会話のところ書いてあるわけだね、待ち時間が発生するよねって。逆に鉄道っていうのは待ち時間、荷物チェックとかないからねみたいなことを言っています。つまりどれを見ても大体3時間なんですよ、約所要時間が。だけど鉄道で行った場合は6時間もかかっちゃうような場所なのか、あるいは4時間なのかっていうところですよね。つまり遠くても近くても飛行機自体がめちゃくちゃ速いからほとんど差がないんですよね、だけど鉄道ではやっぱり距離が差があるじゃないですか、そこを踏まえてどうなんですかっていう問題で、もし AC だったらより速い、所要時間が速いっていうところでしょうね。で、もし AD を選ばれるんだったらですよ、AD を選ばれるんだったらば、今度飛行機を使わないで電車の人が多いんですよ、ってことは飛行機はほとんど時間は変わらないんですよ、日本中どこ行っても、そんなに変わらないんですよね。東京から仙台でも東京から千歳北海道でもそれほど変わらないんですよ、30分ぐらいで差は。だけど東京から新幹線で仙台まで行った場合と、東京から北海道まで新幹線で行った場合はだいぶ違うと思いますよ、同じ新幹線でも。というところなんで、所要時間が鍵となっているのか、あるいは同じぐらいの所要時間だったら AD だったら金額がね、1500円で安い、1万5000円で安いじゃないですか、この1万8000円よりもね。だから AD から行くんだったらこの金額がより安いっていうところが視点だったかなというふうに思いました、で、バーッと残りいきますけれども、ここのところは多い少ないだんだん減少していて、人口も減少してきてるってことが言えますよね、で問いに行きましょう。ふれあいタクシーの導入の効果について考えてみましょうと。これノンステップバスの問題に結構近いよね、こういう取り組みが必要になった理由はと。
ふりあいバスの導入の効果として、表2、図2、図3、表3から考えられることを書きなさいっていうことで、表2っていうのはバスの本数が減少している。で、図2っていうのは高齢化率の話だよね。これ、高齢化が進んでいるっていうこと。で、まあ、書いてもらいたいんですけど、これ、模範回答が、回答欄っていうのが理由と効果っていうのが、それぞれ別に必要だったみたいなことを言っていましたので、そこのところは別にそれぞれ書くっていうところになるんだと思います。まあ、表2、図2っていうのは、表2っていうのが、このバスの減少について書けばいいんだと思います。で、あとはですね、図2っていうのは高齢化について触れていくかどうかというところでしょうね。あとはこの図3は軽く読んどいて、表3のところはですね、このふりあいバスの新規利用交付数が増えて、それによって累計が高まっていくっていうところで、これを見たときに、なんか利用がそれほど進んでないとかっていうふうに書く人もいたみたいなんです。いそうな感じするんだよね。で、これも例えば新規の交付が2017年にこれ始まったから、例えばマイナンバーカードとかって今、出てるでしょ。で、マイナンバーカードがこれから始まりますって瞬間にみんなバーッと数が増えるじゃないですか、申し込みは。で、今最近あんまり増えてないでしょ。それはもうすでにみんな持ってるから、新規の人が減ってるっていうのも言えると思います。だから累計は増えてるじゃないですか。まあ、そのあたりのところを踏まえて考えるっていうところだよね。で、四角三、だからまあ 2に関しては、これを高齢者の数が減少するって書いちゃダメですかね。これ高齢者の割合だからね。数って書いたらダメです。これは割合とか率とかっていう書き方をするべきだと思います。で、比較的解きやすい問題だと思います。この2番に関しては満点とは言わないですけれども、結構解きやすいと思う。やはりまあ正直7割ぐらいは行きたいところだね。150点中の四角2で。で、四角3、これはペットボトルの問題で、まあこれもバーバーバーと、習字の文鎮ってあるでしょ。なんか半紙の上にこうに置くやつ。で、こうにあるから紙が動かないっていうやつだよね。まあそれをイメージしてもらえるといいと思う。あとは、これは、磁石の問題があったと思うの。令和3年の最後のところ、理科の問題、過去問で、退け合う範囲が広いとか小さいとかっていう問題あったと思うんですけど、あの問題です、いわば。あと、まあ、31年、繊維の向きの問題があったでしょ。そういう問題も含めて、過去問が形を変えてやっぱり出てるかなというところですね。あとは28年かの四角3の理科の問題。これがまあツルツルザラザラっていうのがあったじゃないですか。理科の問題で。ツルツルザラザラは思い浮かべると、なんかよりやりやすいかな。だからやっぱりこの過去問が表現を変えて出てきてるかなという問題ですよね。これは、手で掴む力が大きい時でも小さい時でも図1のように表面のみのその方向で回す方向に対して垂直であるペットボトルは滑りにくくなると考えられます。そう考えられる理由は実験1の結果を使って説明しなさい。こうだよね。つまり手順1っていうのがもう見ないですけどツルツルのやつです。普通のやつで、実験6、実験8っていうのは手順6、8がザラザラしてるわけで、こっちのザラザラでも垂直平行だよね。ってことは手順1よりもつまりツル手順6とか8の方が滑りにくいんですよね。で、その中でも特に、6の方が滑りにくいわけじゃないですか。それはなんでって知る時合う範囲がね、広いか狭いかっていうね、ところじゃないですか。このザラザラの部分がですね、繊維の向きの方向みたいなところも一つと言えるでしょう。で、こちらですね、こちらは重さが重い方がより滑る率が高いよというようなことを言っていた。で、問題2ですけれどもね、まあここ6通りって言われてるのがどういう意味なのかなっていうところが分かんなかったかもしれないけど、まあ算数やってる人だったら分かりますよね。 3×2×1 で6通りあるっていうことをこう3種類よっていうことを言ってます。6種類あるのは「あいうえ」でもさ「いあう」でもさ、あこの「う」「あい」でもいいっていうところで、これ全部組み合わせると6通りあるよって。 3×2×1 ですぐ6通りっていうふうに、これ算数やってる人出たかどうかっていうところだよね。そうするともうすぐ前分かるじゃないですか。で、ここのところっていうのはやっぱりこの一番下の板のによって、だろうね、1と3っていうものは同じなんですからと、この6に合わせていくと、まあ、2か4か5かっていうのはどれだかすぐ分かりますよねっていうね、ところだよね。まあ、25とか46とかそういう組み合わせになってくるのかなっていうふうに、ちょっと見た感じを思いました。
であとはそのここのところでポイントになるのは、実験2で同じでなかった条件のうち、実験3で同じにした条件は何であるか、同じでなかった条件というのは重さですよね。で実験3で同じになったのは3枚重なってるんだから合計の重さが同じになるみたいな考え方なのかなっていうふうに思いました。全くまだ答えも何もない状態で、バッと見て話してるだけだからね、間違いしたらごめんなさい。じゃあ算数ですけれども、これはまあ計算して全体を出して、3分の1が使えるよっていうところだよね。それで、ここのところが1対2の割合で、17,112.5 みたいなところがなってきて、6枚だからこれを割り算したらね、6枚入るっていうところをかければいいのかな。でここの問いに関しては計算しなさいとはどこにも書いてない、式だけでいいと、うん、だから結局6枚の畳が入るっていうことを判断した、だから6枚の畳広さがあると判断したっていうふうに書ければいいのかなと思いました。でこちらですね、これは高知トレーニングテキストノアの最後のテキストの方に載ってた問題と同じ問題だというふうに塾生の方が言ってましたね。これはもう出てた問題です。ノア生であれば最後テキストやった冬にやったテキストの問題ですよね。で、まあ、ここのところですね、この畳み方なんですけれども、これ、このね、宿儀時期、これ出てたと思う、まあテキストでやった問題だから、これが出たというふうに思ってもらえると一番いいかな。最後高知トレーニングテキストでやったところよね。でこれ一箇所に集まるようにする式方ではないっていうところがポイント、うん、でなるならば、例えば1対2の長さのこういうものが6枚あるわけじゃないですか、ね、そうするとこういうやり方するとここのところが重なっちゃうから、このやり方ダメだよね、まあ、これかこれかみたいなところが、もうこれも模範解答にね、ノアテキストに載ってたやつだから、それがそのまま出てれば、これがいけたかなというところでした。であとはこの競技カルタ、競技カルタを知ってる人はもうこれがすぐ分かるというところでね。あとはここの組み合わせはですね、いろいろあるんで、答えはもう出してますけれども、皆さん自分で書いたものがあったらね、送ってきてください。まあそれでね、こうしましょうというふうにね、回答を言いましょうというところで、最後このね、問題3に関しては、リーグ戦みたいな問題が過去ありましたよね。誰が誰に勝ってとか、同点になってとかっていう、大勝利した場合とかって、そこに近いものがあるんですけれども、そうだね、おさむさんとさくらさんのところの最後の枚数のところ、ここは答えが無限にあるかなって、うん、それ以外の おさむさんとさくらさん以外のところは、ひとしくんとかね、おさむさんとさくらさんかな、ここのところだけ気をつければいいのかなっていうふうには正直思いました、うん、だけに注意ってね、もしかしたら言ってること違ってるかもしれないけれども、バッと試験終わってのね、感想でね、まあ、今2時間3時間ぐらい経つんですけど、中の感想でした。でやっぱり時間制限がきついよっていうところが、まあ例年の通りなんですよ。だからもうずっと手を動かして書いていくっていうところで、どこで時間が圧縮できたかなっていうところだよね。例えば問題1なんかは計算をする必要がなかったっていうところね、どこにも数字を使って数字を使って計算をする必要がないっていうところなので、もう見た段階で、計算をしなかった人が良かったんじゃないかなというところですね。で最後のこの組み合わせ系の問題はやっぱり時間かかるから、2,3,1 でね、ノアの生徒さん皆さん言ってたと思うんですが、まあそこの中で、まあ、2,3 っていうところ、まあ、特に2は比較的解きやすかった、3も過去問の形の変形バージョンなんですよね。で1っていうところは括弧1問、大問1はね、まあ比較的なんとかなったかなと。で2はちょっと難しかったかなというところで、組み合わせ系の問題ですね、まあいうことが言えて、まあ、比較的でもね、取り組みやすかったと試験終わった直後におっしゃってた方が多かったんですけれども、しっかりねやっぱり見ていくと、それなりに聞かれてることは深いことを聞いてますから、簡単ではないとはもちろん思います。で適正試験2の出来ですけれども、取るべきところがちゃんと取れてるかどうかっていうところがね、非常にポイントだったかなとはもちろん今年に関しても思います。合わせて400点ぐらいは適正試験1と2で合わせていっておけばですね、あとは報告書、皆さんみんなそれぞれだと思うんですけど、まあ、仮に280点だとすると680点ぐらいが一つ合格の基準、うん、今年は男子は特に倍率が低かったですから、過去ね18年の中で一番低い
19年目か18年か、19年目ですね、皆さんはね、19期生になるのかな、になると思うんですが、一番倍率が低い年なので、倍率が全てではないですけれども、比較的、解きやすい年度だと思いますので、受かりやすい、受かってくる可能性は、ね、あると思うんで、9日皆さんね、楽しみにしておいてほしいかなと思います。いずれにしてもね、今日で受験の方皆さんね終わったんで、まあ明日明後日行かれる方もいると思うんですね。今日の午後も受験行った人もいると思うんですけれども、一つね、お疲れ様でしたというところで、欧州館受験に関してはね、でも皆さん最後ねまでやりきったっていうところが素晴らしかったと思います。で、欧州館にね受かれば万歳だし、仮に結果出ない子でもですね、勉強っていうのは続けてくださいね。で、やはり6年後は皆さん大学受験もあると思うし、将来に向けてですね、やっぱり勉強っていう一生続いていくものですから、ぜひね、学びっていうものをね、こちらの欧州館の作文に出ている通りね、怠ることなく自分自身の夢に向けてね、頑張っていってほしいなっていうふうに思います。もうね、皆さん最後までね、2月3日までやりきって試験受けに行って、そこがね素晴らしいことであって、やっぱり勉強をずっと続けてね、今回の結果が出る出ないはともかくね、その先までねやっていく。またちょっと少し休んでね、1週間ぐらい休んだらまたすぐね、合格発表後ぐらいにはですね、皆さん勉強をまた始めると。数学をやったり英語をやったりとかね、いろんな検定を受けてたりとかね、自分なりに、やっぱり課していってね、勉強していくっていうことが大事になると思うので、特にね、一緒にここに、オンラインとか通信講座とかね、教室で頑張ってきた人はね、またいくらでも相談をね、してきてください。ひとまずね、皆さんは周りの皆さんのおかげで、親のね、お父さんお母さんがね協力してくれて、皆さんの受験の機会っていうのを作ってくれたと思いますので、そこにはすごく感謝をしてですね、これから皆さんね、勉強人生に向けてね、成長していってほしいなと思いますので、頑張っていきましょう。まあ、今日はねもう試験終わってね、できるだけ早くとにかく速報を出そうということで、こういうふうに毎年恒例でやってるんですけれどもね、ノアの方のね、欧州館当日回答速報をねさせていただきました。またね、これを見て5年生以下の子たちはね、先輩方はこういうふうにしてやってるんだというのも分かったと思うんでね、5年生以下の人たちはね、また来年度以降に向けてね、しっかり明日からまた頑張るというところで、6年生の人たちはね、ひとまず今日はね一旦終わったんで、合格発表ぐらいまではねゆっくり休んでください。またね、教室はね毎日空いてますから、反省会もね含めてですね、また明日以降ね、連絡を皆さんいただけたらと思いますんで、お待ちしてますね。では皆さんね、とりあえず欧州館受験の方を今年1年間お疲れ様でした。